日本の政治家、元鹿児島県鹿児島市長、鹿児島県鹿児島市生まれ、ラサール高等学校、横浜市立大学小学部卒業。1974年、鹿児島市役所に就職、財政部長や総務部長、総務局長を務める。2004年、1984年から5期20年の長きにわたって鹿児島市長を務めてきた。 赤崎義則が六選不出馬を表明したため、同年11月の鹿児島市長選に自民、民主、社民3党の推薦を受けて無所属で立候補。3人の候補者を制し、初当選した。投票率は40.76%。12月23日、市長就任。2008年の鹿児島市長選で再選。投票率は25.47%。 2012年の鹿児島市長選で3期目の当選。投票率は33.47%。2016年の鹿児島市長選で4期目の当選。投票率は25.00%。2020年9月4日、任期満了に伴う11月の鹿児島市長選挙への不出馬を表明。同選挙では、前副市長の松永則義を支持したが落選した。 2021年11月3日、秋の叙勲において、極日中受賞を受賞。海外出張に、公費で妻を7回同伴していたことが発覚した。本人は正当性を主張していたが、その後、今後4年間は原則として行わない方針を示した。ありがとうございます。